MC 岐阜勝手に応援チャンネル4回目ですけど、なんでその渋い感じで。いやいや、逆に俺言いたいわ、はい、よく勝手に応援チャンネルってそんなハイテンションでいけたなと。知ってます？はいはいはい、なんですか今回の結果。いや、もちろん、はい、見ましたよ。知ってた上で勝手に応援チャンネルってやったわけ。気持ちまで暗くなったらダメじゃないですか。楽しもうとしてるわけじゃないよね。当たり前でしょ、お前そんな何を言うんですか。いや今回はね、はい、残念ながら、1対0で負けてしまいましたけれども。いや、まあそうです ねどうでした今回の試合見てみて、はい、接戦だったでしょ、うん、0-0 でいって最後の最後、はい、もう要はドーハの悲劇みたいなもんっすよ。で徳島の悲劇だから希望がだいぶ徳島の悲劇すごいなんか馴染みのある感じになりましたけどいや悔しいですね、これは本当に。そうね、はい、俺ポカリスエットしばらく飲みませんあっちのスポンサーということでね、じゃあ次週またお会いしましょう。何ですか。いや、俺もあれだけども、じゃあ最初に言ったじゃないですか。まあ見てる人はね、はい、やっぱりまだ試合の鬱憤とかね、納得してない、その怒りが溜まってる部分はあると思うんですよ。はい、そのみそぎをね、はい、まあ我々が受けるっていうね、はい、それで全てをチャラにして、じゃあ週末来週ね臨もうと。そうですね、いう企画ですよね、これもともとね。豊広の予言の件はどうだった。あ、そうでしたね、豊広さん予言してましたよね、前回の配信で。その次の試合で点を決める人は誰かと。え、誰って言ってましたっけ。いや、俺前田選手って言ってましたね。前田選手って言いましたけど、まあでも長い1年あれ見れば絶対決めますから。そりゃそうだそれは俺だって言えるよ。見ていただきたいそれでね。じゃあ一回ビンタ受けときますか。いや、それはまた別で、それはまた別で。当たったら俺ビンタ受ける。お、ああ、ちょっと待ってよ、おい結構な、それさ、ちょっと俺打率で言ったらだってわかりました、わかりました。おお、いいですよ、はいはいはい、はい、じゃあ予想外したので、はい、すいません、いただきます、ごめんなさい。外してんじゃねえすごいいやー、もう俺徳島の試合見に行くわ。なんでだよ。いやいや、見に行って俺そのまま直で言ってやろう徳島に。はい、いてよ、もう下じゃねえかよ。勝手にやったんだよ、勝手にやったんだよこっちが。じゃあ、まあ今回はね、はい、1対0で負けたということで、はい、翔の罰の方を。じゃあドリルが引いていいっすよ。いいっすか。ね、お前ちゃんと一回みそぎ受けてるから。分かりました。決まりにすんのやめてこのぶつけるやつを何ですかこれ。一音禁止トーク。一音禁止トーク、これどういうことですか。50音の中からランダムで一音を選ぶ。2人で3分間トークをしてもらうが、選んだ一音を使ってしまうとアウト。1アウトにつき200円の罰金罰金。一発目からもう金なの。トークテーマは、岐阜。これカットしてもいいですけど、お金の使い道どうします。いや、それはじゃあだってさ、岐阜に、うん、まあもう決めていくって言ってるじゃん、うんうん、4月、うん、それの資金にしましょう。ああ、なるほどね、うん、じゃあ憧れてた罰金で、まあじゃあ岐阜に還元していこうと。禁止の音は何になりますか。あ、それカメラマンが決めるんですか。じゃあもう選びます。金子、な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 、豊弘、はい、ま、ま、な、ま、なるほどね、はい、ここを使っちゃいけないと。で、トークテーマは岐阜について語ると。はい、じゃあスタートナイズカメラマンさんから。はい、まあ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 出してるな、まあ出してるな、まあ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 出しきれる。 OK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 、 よい、スタート。はい、じゃあ岐阜についてということなんですが、はい、はい、行ってみたいとこってどこ。行ってみたいとこ、あー、そしたらやっぱ白川郷とかありますもんね。あー、それはね、あるあるよね、ある、世界遺産ある。お前行ってみたいとこあるの。白川郷。いや、もっとあるだろう。おなら。はい。はい。
残り1分なので追加します。え、金子はえ、豊弘はさ、じゃあなとえってこと。そうで、お前がまとさ、それはい、それは違うじゃん、それは今確認事項じゃん、これはそれ入るよお前何なんだ、腹立つな。どうしました一緒に岐阜をサポートしよう。今回の FC 岐阜についてちょっと語ってください。試合を見た感想。いやビクトル選手、たくさんシュートを止めていました一つ目のやつすごかったですよね渡辺陽一さんの渡辺陽一さん、はい、3分経ちましたむずいくらっすか、いくら、まあ、あの後でカウントするんで、正式に連絡します。正式に、正式に連絡します。細かいんだあいつ本当にそれ正式にやんだよ。いやそれは正式でしょ、それ違うでしょ。何言ってんの、それ正式でしょお前ずりーよだってみそぎとしてやるんだ金子。うおお、これから僕たちのお前卑怯だよお前、その攻略法そうですね、この財布の痛み、はい、で、皆さんのね、もやもやした部分がスッキリしてくれれば、ね、はい、来週は、来週はサザエさんチャンネルだから、来週は、はい、来週の FC 岐阜は、はい、3月9日土曜日15時から、岐阜メモリアルセンター、ね、長良川競技場に、ホームゲーム、ホームね、ホーム、はい、FC 岐阜対、ファジアの岡山となっております。よし、勝ちましょう、勝ちましょう、勝ちましょう、はい、皆さん一緒に応援しましょう。これ、豊弘の、あ、なになになに、豊弘の予言のコーナー始まりました岡山戦のね、岡山戦の、はい、はい、誰ですか。今回はライアン、ライアン、助っ人外国人、ちょっとゴールの匂いしてるなと。なるほど、開幕戦もそうなんですけど、はい、結構ね、ゴールにつながりそうな動きあるんですよ。はいはいはい、まあ、あとは、まあ、タイミングだったり、まあ、ちょっと運とかもありますけど、はい、まあ、もちろんね、まあ、それがちょっと重なったらもうあと決めるなってだけなんで。なるほど、まあ、注目してるのはライアン選手ですね。じゃあ第3戦はライアン選手が決めると。決める、決めなかった場合は個別でみそぎを受けると、そういうことでよろしいですね。はい、金子もなんか予想しようよ。何を、得点予想しましょう。何対、スコア予想、じゃあ何対何で、 5-0、どっち、 5-0 で、岐阜、オッケー、はい、ということで5対0でいいじゃん、それは。分かんないけどサッカーってそうならないんでしょ。300試合ぐらいやって1回じゃねえじゃんまあまあまあ、どうなるか分かりませんが、はい、はい、また来週一緒に応援しましょう。どうもありがとうございました。しょ、気に入ってんの